ように仕掛けたの。だけどそれはロジョンをつけるみたいに簡単にはいかないわ。これに適応する3つのものが必要なの。そうすればあの子たちは蜜に群がるハニみたいにあなたに引き寄せられる。3つのフェロモンを集めて、そうしたらあなたもビッグダディと同じようなひどい匂いになるわ。ここでボイスボックスを見つけるのよ。それがあればビッグダディのような声が出せるようになるわ。本当に不快な生き物ね。違うもの。
お前の手を使いか。成功に導いたことは認めよう。だがあの男はビジネスの本質を理解しているわけではない。あの少女たちの価値を見抜いていなかったのだからな。ちょうど試験段階の新しいプラスミドマシンの特徴を見たところだ。理想通りだ。よく聞く。方向によってはあのリトルシスターは。こんなことになるとはな。私と君でもこう支配することもできたのだが、もう君には何も残っていない。いてつくような未来以外はな。
私が間違いを犯したので、人間は疑念によって導かれるとき、街を築いておりません。だが人は絶対的な確信を持ち、統治することなどできるのか。私は自らの信念で高みに立ち、拒絶する行為が破滅へと追い込むことも理解してきた。だが街は崩壊している。私は自分の信念に固執しすぎて、真実が見えなくなっていたのか。そうかもしれない。だがアスカスがどこかで北総へ行き、私とこの町を破滅に追い込もうとしている。疑うことは屈することと同義。疑念を捨てよう。戦争は恐ろしい。私以外の町の男たちは日本兵に殺された。この戦争は恐ろしいが、私は平気だ。みんなは怯えている。みんなにはアダムが必要だ。リトルシスターが作っても作り足りないぐらいだね。戦争の評価すべき点は多くの死体を確保できるということに尽きる。私は死体から…いいか、私に感謝しろ。私がここに導いた、君が一体何者であるかを教えたのは私だ。それまで君は嘘偽りの存在でしかなかったのだ。リトルシスターについて知ってるのは私だけだ。これはさ、
あの子たちは隠れているから呼びかけると中に入れてくれるはずよ。さあ、レンチで通風口を叩いてみて。それから、お願いがあるわ。あの子たちには優しくしてあげて。リトルシスターをよろしくね。